はい、始まりました。今日は It could happen to you というね、スタンダードナンバー中のスタンダードナンバーをね、やってます。これはね、マイルスのね、なんかやってましたね、こういうの。ちょっと拭いてて、笑ってますね、自分で。もう一回確かやってたはずなんですよね。笑ってるし。ということでね、これはだいたい120か、確かそのくらいだったと思うんですけど、まだ落ち着いて吹いてますね。ちょっと十分にちゃんとカメラを意識しながら吹いてますね。だんだんね、私も悪い癖で飽きてくるんですよね。こう拭いてたら、これアイリアルプロの回数をちゃんとね、設定しなかったんで、3回くらいでやってしまってたんですけど、自分の中では、もっと繰り返してるもんやと思ってたから、急に終わってびっくりしてたというところですね。ちょっとテンポ上げました。微妙でしたね。あ、こうマイナー2-5のキーを間違えてましたね。はい、もうカメラを意識せず自分の世界に入ってる時ですね。まあ、ね、飽きたんで、ね、ちょっともうこの辺で終わりということで。これちょっと、マジ。ちょっとこう自分の思ってるテンポとちょっと合ってないですね、これね。ちょっとダサいとか思いながらちょっとノリノリっていうね。なんかでも4ビートの時よりもノリノリやね。
な、私のそもそも あのフレーズが4ビートとかよりもこういうなんか感じの方が合うてるんやと思うんですよね、結局あの スムースジャズとか、まあ、R&B とかファンクとかの方が合ってるんやと思うんですよね。ちょ、笑ってるやん。あノリノリ。テーマ忘れますよね、時々ちょっとこれ、ノリ出してこれ、この次最強にダサい。何それ動揺してるし、はい、ということでね、今日は It could happen to you の、まあなんかスーパーで流れてそうな感じですよね、このダサさっていうか、まあ、まあちょっと飽きたんでね、だいたい4ビートがね、やっぱこうやって遊んでみるっていう、あのね、ちょっと変化を求めて、はい、ちょっとね、だんだん、まあ今回はね、ちょっとね、なんかね、やっぱなんかやっぱずっとやってるとやっぱ飽きてくるんですよね。あ、じゃ飽き性なんでね、やっぱね、ちょっとなんかあの、まあ、ちょっとなんとなくダサい感じやったけど、まあまあ、アイディアルプロで、なんか、リズムのやつ変えられるみたいなやつあるんで、なんかそれでちょっと遊んだりしたり、テンポ変えたりとかして、やって、まあ、秋が来たらそういう風に遊んだりしますね。ビットクットなんてさ、なんてさ、って、むっちゃやるやんっていうかもう、その、今まで、演奏したスタンダード曲っていうかもう、その片手に入るよなって思うくらいむっちゃやってると思うんで、やっぱ飽きるんですよね。なんか飽きるとか、飽きるばっかり言ってちょっとどうしようもない感じですが、まあそんな感じでした。はい、この動画が面白いと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。